Bill Cut。あれ、いや、つえーレイ、つえー無事に帰ったら、みんなで女子会を開こう。この場に4-6最新部の怪物マヤヤの規定画面を見た3人は急いで地下施設の奥へと向かう。だが最深部まであと少しのところで強大な敵が立ちはだかる。レン様？レン様来ちゃう？レン様来ちゃう？レン様？ってことはラスボスが別にいるってこと？いや、わからん。それはわからん。レン様、逆にレン様がラスボスでその前に何かいるのかもしれない。5人のコピーの合体とか？ってことは結構これ最後の方なの？ストーリーの。全部で何章あるんだこれ。今4章だけど。とにかく奥だね。奥とも限りませんけど、大体はそうですわね。素直に奥だよって言えよ。でもどっちが奥？そんなこと私に聞かれても。ゾンビが倒されてる方に行けば2人ともいるんじゃない？でも死体消えちゃうじゃん。はい、レイデーポイント100点差し上げますわ。頭湧いてんのかお前。 ありがとうございます。なんだろう、誰でも思いつくだろそんなの。ゾンビが倒れてる方なんて。じゃあこっちだ、行くよ。うわー、びっくりした。なんて拳の勢いだ。ネメシスじゃん。なんかバイオハザードですか？そっくりじゃん。絶対パクってるでしょ。大切な施設だってことだ。でもこれ戦ってるの上条先輩とさ、マヤヤだから。今回操作キャラレイだったから違うんじゃない？エナミン下がってて。違うボスがいるってことじゃない？ダメだ、不用意に近づくな。姫路、姫路危ない。エナミン、いや、つえー、レイ、つえー、いい拳ではありませんの。金崎、あ、やるじゃん。エナミさん、もしかしてこれ肉体バトル？みんな来てくれた。当然5人で集中砲火見せれば死ぬだろさすがに。さあ皆さん、お下がりになって。いや、全員で倒せよ。全員で倒せって。なんで一人で引き受けるんだよ。先輩、ここはレイちゃんに任せて。金崎、すまない。いやさん、レイレイポイント50点貸しですわよ。出たー、アイドルレイレイのレイレイポイント。アイドル時代にあったの、そういうのが。レイレイ握手会でレイレイからもらえる伝説のアイドルポイント。100ポイント貯まると何かよくわかんないいいことがあるという。お、リスト溜まったじゃん。私さっき100点もらった。おにえ、ずるい。じゃあなんかいいこと起きんのかな。よくわかんないいいことが起きんのかな。みんないらっしゃい。醜い醜いゾンビさん。これあえて銃を使わないで戦うとかだったら面白いけどね。不可能でも回し切りたい拳、喧嘩パンチ最強ですわよ。いいね。なんかちょっとここに来て胸圧展開入ってんだけど、かっこいいじゃん。やっぱ銃か。よいしょ。いやー、あ、リーチ長いな。こういうのは欲張らない。何？うわ、速え。これは速えな。くれ。これでよし。おい。くれ。
よし、いいね。読めてきた、読めてきた。よいしょ。あー、危ねー。オッケー、レスー。思ったよりちょろかったぞ、これ。どうだ、どうだ。でもお前よく見たら髪の毛ないんだな。私に勝ちたいならば、もう一回死んで出直していらっしゃいな。拳で。お前戦闘中ずっとショットガンだったけどな。さすがレイレイ。いえいえ、この程度当然ですわ。なんでこんなゆっくり振り返るの、怖いんだけど。拳って言いながらなんで蹴ってばっかりいるの。それはもちろん手加減してあげてるのですわ。まあ、蹴りも強いからな。やーやー、かっこいい。アキア、どうしてここが分かった。マヤヤちゃんが手がかりを残してくれたんです。爆弾だけね。そうか。アキア、クボタ、金崎、そして姫路。今回のことは私が悪かった。すまない。これからは。まあね、上条先輩もみんなのことを思ってのことだからね。当然この金崎レイ様にどんとお任せなさい。いや、お前はまだいまいち信用できない。なんでだよ。なんでですよ。そろそろいいだろ。それで先輩、爆弾でこの地下を壊すんですか。ああ、みんな、私の作戦を聞いてくれ。はあ、そろそろ終わりが近そうだな、これな。いよいよ、なんだかんだ5章まで来てるね。5-1、信じてる。エナミは自分のことを思って助けに来てくれた4人を信頼し、作戦を打ち明けた。5人で力を合わせて地下施設の爆破を決行すると。結局じゃあ地下施設は爆発させるんだね。スクールが手分けをして爆弾を仕掛け、この施設を壊滅させる。爆弾を仕掛けるポイントは、さっきのゾンビがいた向こうがおそらくこの施設の中心部だ。ほー。そこに爆弾をセットする。 ZPF の人が言うにはこの爆弾の威力はそれほど大きくないそうだ。おう。なので4つ仕掛ける必要がある。まあでも1つの爆弾で1個でバーンってやるよりも中くらいの何箇所かに仕掛けた方が均等にね、破壊できそうだからね。ちっちゃい。うわ、すごい数いるじゃん。あら、ではまず、いや、レン様はここまで侵入されてきて何もしないのかな。いや、ここは私がおとりになる。マジですか。また一人でそういう。違うよ姫路、これはみんなを信じてるからだよ。わかりました、行ってきます。わかったんだ。仕方がありません。言い方が違うだけでやってること一緒だけどね。今回の舞台の主役は譲って差し上げますわ。よし、じゃあ。あ、みんなどうしました。うん、無事に帰ったらみんなで女子会を開こう。この5人は仲良くなりそうだね。いいですね、女子会。これは楽しそう。楽しそうだよね。これあの偽りの友達じゃないからね。女子会ね。いや、みんなでこんなゾンビの生死をさまよったね、時間を共にしてたら仲良くなるでしょう。こんなバラバラのね、性格だけど。上条さんがキャラに合わないことを突然言い出したので驚いてるだけですわ。まあ、だからこそいいんじゃない。そうか。あれ、みんな知らない、エナミーは意外と乙女だよ。そうだったんだ。いいじゃん別に。かわいそんな、そんな意外な秘密を知って気持ちの整理がつかないのは私だけ。そんなに乱された。私も
亀の先輩が女子会という女子会って言ってそんなに心乱されたどういうこと？未知なるがゆえに恐ろしいですわね。さあ皆さん爆弾を仕掛けに参りますわよ。よーいアクション。4箇所ってことは、まあこの上条先輩の防衛系と4人それぞれで爆弾設置しに行くミッションが第5章ってことかな。来いゾンビども、今の私はなんだかすごく不愉快だ。わかる勝手にイメージ持たれてて、そのイメージが勝手に、おっとっとっと、これ生き残る系ミッションか。生き残る系だとそんなに大変じゃないかもな。10秒いけるでしょこれは。リロード、オッケー。お、服破けてないでクリアしたんじゃない？さすがにこれだけ相手にすると消耗するものだな。まあさすがには疲れるでしょう。まだ来るか。キリがない。エナミー、爆弾4つ仕掛け終えました。早っ。じゃああれか、爆弾仕掛けるミッションではないんだね。第5章は冒頭あんなに生きって言ってたのが恥ずかしいわ。その後ろ久保田と姫路が援護、金崎しんがりを頼む。しんがりこそ戦場の花、おいよろしくてよ。レイにあったりだよな。今あまり戦力になれそうに疲れちゃったもんね。まあでも4人が爆弾設置してる間にあそこ生き延びたんだから大したもんだよな。大丈夫？みんな無事ですか？なんとかね。えなみさん起爆なさって。いやもうちょっと上いちゃった方がいいんじゃない？っていうか校庭とかの方がいいんじゃない？大丈夫？こんな入り口の真上でやって崩れない？崩れない？やったか？まあ意外とやったくさいからいっか。別に爆発したみたいですね。やったじゃん私たち。喜ぶのは早いですわよ。施設が壊れてなければ意味がないからな。じゃあさ ZPF に聞いてみようよ。電磁波消えてるって。そうだな、一度拠点に戻ろう。おう、クソが、なんてざまだ。あ、レン、あの女どもの仕業だな。さすがに怒るよね。許さない。レン久しぶりの登場だな。1話とその途中2人をさらった時とやっと今だね。今来たよね第5章でね。